ホレンス・スピッピンはアメリカ合衆国の画家である、素朴派の画家の一人である、ペンシルベニア州のウェストチェスターの貧しい環境に生まれた。奴隷制度は廃止されたが人種による差別を受けて育った。1891年に家族とニューヨーク州オレンジ軍の五支援に移り、15歳になった1903年には学校を辞めて働き始め、未亡人となった母親を助けた。 10歳になった頃から絵は描き始めていた。1911年に母親が死んだ後、ニュージャージー州に移りそこで働いた。第一次世界大戦が始まると1917年に陸軍に招集され、フランス戦線に不評として送られ、ドイツ兵の銃弾を右肩に受け、障害を負うことになった。戦場にもスケッチブックを携えていて、 あとに第一次世界大戦の戦場の場面は、ピピンの初期の絵画の題材となった。アメリカに戻った後、1920年に結婚し、男子が生まれた。夫婦で選択店を営み、戦勝者の年金とで生活した。1920年代後半から絵を発表し始め、1930年代後半には、美術評論家のクリスチャン・ブリトニア有名な、 イラストレーターの NCYS に注目された。多くの展覧会に出展し、フィラデルフィア美術館などが作品を購入し、アフリカ系アメリカ人の画家として有名になった。その絵のスタイルから、フランスの素朴派の画家、アンリ・ルソーに比べられた。ありがとうございます。